はい、皆さんこんにちは。スクワダラチャンネル山田です。今回はベースボールシャツのご注文方法についてご説明していこうと思います。まずメンズスタイル、ヘンリーネックシャツ2ボタンですね。プルオープン、 V ネック、丸ネックの4種類あります。オプションで立ち襟やライン入りも可能です。それに加えてレディースの方は襟付きもできますし、ショート丈も選ぶことが可能です。ソフトボールゲームシャツなんですけど、ノースリーブになっておりまして、そちらはレギュラー丈、セミロング丈、ロング丈の3つの長さをお選びいただけます。次に素材についてなんですけど、ライトメッシュ、クールメッシュ、ストライプメッシュの3種類からお選びいただけますが、中にはちょっと生地によって価格が違うものもございますのでご注意ください。デザインパターンについてカタログの方に15種類載せてあります。カラーは弊社定番から21色選んでいただけます。オプションでフロント、袖口、肩にラインを入れることが可能です。マーキングについてなんですけど、チーム名書体30種類、番号書体16種類、また大人気のオプションフルカラーマークですねが120パターンカタログの方に載っておりますのでお選びください。また世界に一つしかない、完全フルオーダーのゲームシャツが作りたいという方も弊社の方では可能です。手書きのイラストからデザインを作ってそれを商品化するというような形でしておりますので、ただそのお問い合わせについてなんですけど、弊社ホームページにショップリストというものがございますので、その中で一番近いお店、またネットもありなんですけど、お取り扱い店さんの方にお問い合わせください。今回の動画が、ベースボールゲームシャツの選んでいただける何か良いきっかけになればと思います。どうもありがとうございました。